What up, y'all? It's your boy, Shotgun Dandy. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ショットガンダンディ参上でございます。今回ね、実はレコードを、昨日買ってまして、買ってたのが届いたんですね。例のアメリカで買ったんですけども、ディスコグズで。一回ドイツに行って、で、アメリカに戻って、で、そこから日本に来た謎の、レコードなんですけども、はい。届いたので、ちょっと、まあ、開封じゃないですけど、まあ、聞いていこうかなと思います。はい、ウキウキしております。でね、ディスコーグズがですね、久しぶりすぎて、システムとかちょっと忘れたっていうか、試したかったんですよね。いろいろ細かいところ。なので最初はもう4枚だけちょっととりあえず買ってみようってことで、今回4枚買ってます。で、まあ、送料込みで51ドル。まあ、悪くないかな。まあ、1枚12ドルぐらい。まあ、1500円ぐらいか。まあまあ悪くないですね。で、自分の、利用の仕方なんですけども、YouTube でですね、まず好きなものを探して、で、見つけたらその曲がディスコグズにあるかどうか検索かけていくんですけど、自分はアンダーグラウンドのヒップホップにめちゃめちゃハマってて、もう本当に、いわゆるアングラよりもアングラのやつですよ。はい。もう本当にめっちゃ深いところのヒップホップが好きで、あまり聞かれてないような。それをまあディグってるんですけども、やっぱ YouTube で見つけてもディスコグズにないことが結構多くて、5、6回に1枚ぐらいしかないんですよ。この検索かけた時に。まあそんな感じで繰り返しやってたら、ディスコグズにあるのを見つけて、で、なおかつ値段も手が出るものが、今回はこれでしたね。これカマカジーってやつです。ダサい名前っすよ。カマカジー。これね、ネーミングセンスがね、もう抜群にダサいんですけど、神風のつもりなんですよね。神風特攻隊のつもりで。で、外人って、カマカジーって言うんですよ。神風特攻隊のこと。しかもあんまり理解してないですよね。多分、神風特攻隊のことを。ただ、かっこいいってしか受け止めてないんですよ。まあ、なので自分たちを、まあ、カマカジー、俺たちはかっけえんだっていう、ことで、まあ、グループなんですけど、そういう名前にしてますね、多分。ちょっとそういうダサさが、知能の低さが見える、名前、ネーミングセンスです。もう自分は大好きです、そういうの。はい。まあ、今回これを、軸に、ディスコグズ、ディグリー出して、で、これ自分の勝手な勘違いなのかもしれないですけど、ディスコグズって、多分、買う相手が違っちゃったら、違うたびに送料ってかかってくるんですよね、多分。そうだと思って、同じ人から買おうってことで、まあ、これを持ってる人からまた別の3枚を買いました。だから同じ人から買ってます。はい。まあ、とりあえず聞いてみましょうか、神風。で、自分が欲しかった曲が、この A 面の、スネークスって曲ですね。神風の。あ、神風じゃない、神カジーですね。神カジー。聞いていきますか、早速。かっこいいっすね。I have a ratchet snake, so I'm tired of all these snakes. Niggas that wanna shake our head because they heard our first take. There's no escape when our crew goes eight. Short to feel like Wonder Boy, Superman, Predator, KL. You should've known them crabs are beat jail hell. Well, I hope your drawers don't smell. Cause when I break beats, get raped, then we might end up under a cell. So light up an L while I bust out of the shell.なんでだろう、音分析するときビートメーカーとして、この曲に関してなんですけど、かっこいいじゃないですか。まあ、使ってる音を聞いてみると、ドラムとこれペーンっていうギターっぽい音とコンってたまに入れてるぐらいなんですよ。まあ、サビの時はちょっとめちゃくちゃ入れてるんですけど、これだけでなんでこんなにかっこよくなるのっていう、いつも不思議に思うんですよね。ドラムを特別ブレイクビーツから取って、で、同じドラムパターンやってるだけなんですよ、ずっと。なんでこんなにも違うんだろう。まあ、かっこいいですね。でも、これ以上に B 面の方がかっこいいです。Spread It Remix っていう曲があるんですけど、カーマカーズの。
こっちの曲の方が自分は好きですね。これも本当に90年代前半っぽい音ですね。ちょっとジャジー。Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Home up the hip hop, this is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikazes represent. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Home up the hip hop, this is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikazes represent. Hey yo, mention our name, it shines like a gold chain. KL Kamikaze legacies in this rap game for sure. Playing ball in your local record stores with Vietnam and poppers. Niggas can't stop us. Rewrite the verse, niggas need rehearsing. Front on this clip, nigga, you'll be a missing person. To my niggas in the hood, this is how it's going down. Got shorties from out of town that love to hear the sound. KL, easy to spell, with a deep definition. Flirt competition, every line is a different mission. Remix the kick and the snares from last year. Enhance the bass so the deaf can hear the jam of the century. School walls a mystery. Kamikaze, pirate records, promos history. Taking the industry to another galaxy. Spark the tree to fill my glass with plenty Hennessy. Word is born, this the way the East Coast rocks. Home up the hip hop, this is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikaze represent. So spread it around. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Home up the hip hop, this is how we get down. Hey yo, word is born, this the way the East Coast rocks. Kamikaze represent. So spread it around. かっけー、かっこいいですね、カバカーズィー。ネーミングセンスのダサさはもう光ってますけど、自分は好きです、そのダサさ。その知能の低さ大好きです。かっこよかったです、カバカーズィー。で、ちょっとこいつらについて、なんですけども、これが出たのが多分99年なんですよ、1999年。はい。で、ヒップホップ文化的に1999年ってどうなってたか。ってことなんですけども、自分の意見なんですけど、が一番ね、ヒップホップ文化の中で血迷ってる時期なんですよ。方向性を見失っちゃってる時期、96、7年から、2000年のちょっと最初まで、まあ96、7年から2001年ぐらいまでは、ヒップホップが全体的にですね、メインストリームですよ。方向性を見失っちゃってるんですよ。どういう音を出していいかがわからなくなってる。みんな違うことをやりたがりすぎて、逆にその、変なところに行っちゃってる期間があったんですよ、ヒップホップって。この時期がちょうどそうなんですけど、まあ、一例を挙げていきますか。まあ、93、2、3年ぐらいからどっぷりサウスサイドが、めちゃめちゃ売れて人気になるんですけども、それのきっかけとなった曲がこれですね。ジュブナイルの Back That Thing Up。リル・ウェイがまだまだ、売れ始める前ですね。こういうのをきっかけにリル・ウェイとかも売れていくんですけど。こいつらは方向性決まってたけど、まだ最初なんですよ、サウスサイド系の。ベースリング的に言えばね、わかっこの汚さこのサウスサイド独特のね、汚さが最高ですね。出てるやつらの洋服とかスタイル、もう黒人って感じで、もう最高だわ。自分黒人なんで、黒人って言ってもね、ベリーフレッシュこいつの汚さはピカイチ、マジ好きだなあ、リルウェイだいわ、リルウェイだね、ちっちゃいリルウェイがいたわ。リルウェイのラップがしたいけど、あ、これリルウェイ、リルウェイめっちゃ若い。めっちゃ若い。ウェイだよこれとか、あ、JG のね、JZ のね、ちまよいプロデューサーまだ見つけてる、これ It's a hard night life ってやつ。
かっこいいですけどね。でもなんだろう、やっぱりこう方向性見失っちゃってるんですよね。やっぱなんか変わったことしないと売れないみたいな時期だったんですよ。それがなんか逆にみたい、逆にあんまり良くないみたいな。やっぱラップはうまいですけどね、普通に。なんだろう、音的な部分ですよ。ビートメーカー目線です。なんか血迷ってるんですよね、みんな。どこ行っていいのか分かってないですよね。こういうのとか、ほら、これも1999年ジャルール。ジャルールだよ。まあこんな感じのヒップホップが流行ってた時期なんですよ。だから血迷ってた時期に、このカーミカーズィ、カバカーズィっていうのがまだ90年代前半のニューヨークスタイルを貫き通してて、まあその結果アンダーグラウンドになっちゃったですね。売れなかったですね、全然。そういうのが売れてなかった時期なんですよ。はい、全く。でも相変わらずやっぱりやってる人たちはいて、でそういうのはやっぱりディグっていくの楽しいですよね。はい、で次、まあアグリーダックリングですよ。これ知ってる人多いと思うんですけど、アグリーダックリングね、おしゃれなジャケもありまして、これもこれね、売ってる人がね、多分1999年にレコードを買い漁ってた時期だったのかな。これも99年なんですよ、出てきたのが。でこれは、LA 側ですね、西海岸の、グループで、確か記憶が間違ってなければ。で、2マイク、1ターンテーブル DJ の3人組だったと思うんですよ。で LA なんですけど、自分が勝手にこうジャンル分けした時に LA って大きく分けて2つあるんですよ。まあウェスサイですよね、スヌープとかドレーとか、そっち系のウェスサイ、いわゆるウェスサイのジャンルと、ストーンズスロー系みたいな感じで自分は呼んでるんですけども、まあそういうおしゃれなヒップホップも側もいたんですよ、 LA っていうのが。はい、ジュラシック5とかね、確かあいつらも LA だったんですけど、ダイアレットピープルとかね、でマッドリブとかね、でそっち系のこう MF とか、そっち系もおしゃれな方のアンダーグラウンド LA なんですよ。ちょっと待ってよ、ジュラシック5出してくるか。そう、アンダーグラウンド LA アンダーグラウンドって自分は勝手に呼んでるんですけども、まあ一例としてね、ジュラシック5とか多分そっち系なんだと思うんですけど、俺これ全部情報間違ってたらどうしよう。あれ出てこない。あ、出た。ほら、こんな感じのね、これジュラシック5の歌ですけど、クオリティコントロール。そうそう、こんな感じ。これアンダーグラウンド LA って感じです、自分の中では。あ、LA アンダーグラウンドだ、すみません。そう、LA ってこっち側のヒップホップもあるんですよ。独特の感じがするんですけど。かっけえな。そうで、このジュラシック5がまあそういう系の中でもまあ知れ渡った方なんですけども、アグリダックリングはそのまた何層か下の、アンダーグラウンドの方ですね。あんまり売れなかったのかな。まあ知ってる人は めちゃめちゃ多いんですけど、全然そっち系が好きな人ね。はい、です。はい、まあそれを踏まえてちょっと聞いてください。まず B 面からいきますね。 We are here からいきます、アグリダックリング。まあ俺の言う、LA アンダーグラウンドですね。おしゃれですね、やっぱ。いわゆるウェスサイドは全くない。I keep it fresh without the aqua. Wrigley's or Banaka. Reserve is full of germs, so conserve your agua.
When the well runs dry, my flow's the H2O. Admitting pain and patience like your HMO. My folder contain raps. これもね、聞くとね、結構簡単なドラムパターンとベースラインと、っていうボーカルしか使ってないんですよ。3種類でこんなにかっこよくなる？音3つだけ使ってこんなにかっこよくなりますかって話ですよ。Now don't think we can't handle our own with two turntables and two microphones. The words I say can break your vertebrae. So don't try to what? Lead me to the bayou, cause that can buy you. かっけえな。By the way, there's a two for one special today. Like a Jerry curl, I activate from state to state. We're here. Now if you feel a good vibe in the atmosphere, relax your ear. And when the people come knocking from far and near and start to cheer, we're here. I said, if you feel a good vibe in the atmosphere, relax your ear. We're here. And when the people come flocking from far and near and start to cheer, we're here. Oh, really? Yeah, really. いいね。はい。LA アンダーグラウンド。俺が言う LA アンダーグラウンド。これで、ね、あ、ごめんなさい。いや、落としちゃった。自分が勝手に、そう思ってるのかもしれないです。記憶違いかもしれないけど、多分アグリダックリングも LA アンダーグラウンドですね。LA をベースにしてる。LA じゃなくて、LA じゃなくて、西海岸ですね。LA って総称しちゃうんですけど。これ A 面ですね。Fresh out of the box, breaking out like the smallpox is spreading. It's harder to handle than Otis Redding. Getting ready for the inevitable to arrive. Ugly duckling in the place and we kicking it live. I put my cat's claws on the glass jars of jerks. Any underground ドラムがね、やっぱまず違うんですよね。こうおしゃれなドラム使ってる。で、サンプリングの、ね、切り方と置き方が独特なんですよ。ちょっと上ネタにをスイングさせてる感じって言えばいいのかな。なんか細かいのをこう入れて置き方が おしゃれなんですよ。細かいちょっと。With the scratching, ha, 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 ha. Now who's laughing? Check 1-2 with the rapping. かっこいいっすね。かっこいいっす、かっこいいっす、かっこいいっす。はい。LA アンダーグラウンドって感じしますね。こうストーンズスローから出てそうだもん、この曲。このこいつら。ね。かわいい。ジャケットもいいっすね。やっぱジャケ買いでもできそう。ジャケ買いもあり。これこう飾っときたいですよね。やっぱね。はい。これ2枚目でしたね、アグリダックリング。で、次、ブラックムーンなんですけど、これ確か一番安くてですね、安いし、ダックダウンだし、ブラックムーンだしってことで、で、このブラックムーンの音源、この音源聞いたことなかったんですよ。あ、ブラックムーンこんなのも出してたんだと思って、で、安かったし、入れとこうと思って買ったんですよね。はい。ブラックムーン。これはもうちょっと99年ではないですけど、97ぐらいかな。なんか、ブラックムーンが一番かっこよかった時期から離れて、やっぱちょっと迷走するんですよね。97年とかからやっぱ始まってるんですよ、迷走が。皆さんのヒップホップ界隈全体的に。相変わらずかっこいいではあるけど、やっぱ全盛期よりは下がってますよね、やっぱね。俺このサンプルめっちゃ好きなんですけど。What? Black moon up in this. Y'all wanna know why I can't fool with this? When you see buckshot, cuff your miss. If you get jealous, tell us you won't feel a fist. We on the block now, we 25 deep. これも上ネタとドラムしか使ってないですよ、これ。なんでこんなにかっこよくなるの、マジで。Ready for the spot, blow this shit up. Let me see some hands, throw this shit up. Wherever you at, represent that on the map. Rest in peace, whack, we wear all black, huh? You can smoke the black or sip the cognac. But when the moon is black, where the rugger at? What? Where the rugger at? Where the rugger at? What? Where the rugger at? Where the rugger at? Where's that? All my niggas in the house, raise up your blood just once. I'm bringing it back to the original crook. Flipping the book and flipping the hook.
chop up. All my niggas in the house, raise up your blood just once. I'm bringing the back, back to the original book. これいいっすわ。これブラックムーン。ね。このジャンプアップを買うために買ったんですけど、B 面がね、ちょっとね、これ、B 面がブラックムーンじゃないんですよ。後で知っちゃったんですけど、B 面もブラックムーンなのかなと思って聞いたら全然違くて、まあ悪くはないですけど、やっぱりあの、当時の97年ぐらいの血迷ってる感じですよね、これ。これも。方向性見失ってるヒップホップの音ですね、こっちも。こっちは。なんか変わったことしようとしてるんですよ。それが悪い方向にいったっていう気がします。何て言えばいいのかな。なんか変わったことしようとしてるんですよ。だからやっぱこの時期のヒップホップ、あの、なんだったっけ、ヒップホップイズデッドって言われるだけあって、本当この時期くらいからヒップホップ死んでんじゃねえかって言われ始めたんですよね。97ぐらいからかな、 3,4 年ぐらい血迷ってる時期ありましたね、ヒップホップ。まあかっこいいのも全然あったんですけどね。で最後4枚目これなんですよ。これね、あの、思い出がある1枚で、あの、これ持ってたからさらに、まあ、絶対こっちで買おうって決めたんですけど、嬉しい発見でしたね。もう一回説明すると、ごめんなさい。最初このカバカーゼを買うために、その売ってる人を見つけて、でそいつからなるべく多く買おうっていうことで、あの、同じ店で買おうってことでこの2枚も買ったんですけど、その中で見つけたのがこれなんですよね。これは見つけたときめっちゃテンション上がるんですけども、上がったんですけど、あの、思い出がある一枚なんですよ。J ライブの Them That's Not っていう曲なんですけど、これちょっとだけ説明させてもら、あの、もらいますが、前ビートメイクしてた10年ぐらい前の時ですね、あの、NPC ライブをですね、あの、小さなバーでやったんですよ。コザにあるバー BPM っていうちっちゃいところがあるんですけど、今もやってないんじゃないかな。やってたら嬉しいんですけど、ちょっと調べてみます、この後。まあ、そこでちょっと、あの、プチライブをさせてもらうことになって、でそこのオーナーさんがね、ヒップホップをはじめいろんな音楽が好きな人で、あの、結構気のいい人でとっても優しかったんですけど、あの、まあ、いろんな音楽を知ってる感じの人でしたね。でまあライブしてね、でちょっと、あの、ライブが終わって、でライブが終わった後に、まあ、バーでこうちょっと遊んでたりしてたんですけど、実は自分その時ね、これ言っちゃうと、まあ、あるものを吸ってたんですよ。あの、ダメだな、言わん方がいいな。はい、まあいいや、すごい状態だったんですよ。アルコール、あ、お酒って言っておきます。お酒飲んで、あの、酔っ払ってて、で気持ちよかったんですね。で NPC ライブ終わってちょっと遊んでる時にバーで、これを流したんですよ。その時に自分酔っ払ってたんで、これなんか BPM が変わっていく感じがするんですよ。初めて聞いて、その時にすっごく酔っ払いがね、気持ちよくなっちゃったんですよ、余計に。この音のせいで、音の中にね、入り込んでしまいました、感覚的に。はい、っていうのを覚えてて、その時に衝撃受けて、え、なんですかこの曲っつって、あ、これ J ライブの、あの、Them That's Not って曲だよって、っつって、そっからずっと覚えてて、欲しかったんですよ、レコード。そしたら、まあ、このディスコグズで、ディグしてる時に同じ人のところの中にあったんですよ。だからもう絶対買えるんですよね。これが一番高かったんです、15ドルぐらいで。もう買っちゃいましたね。でもこれはさすがに早速だけど、この曲ですね。
upon a time there was a brother named Castro. Had a little problem with his cash flow. Word. More than once upon a time he had a 3 o'clock mad dough. Only at the time it seemed mad absurd. Then he saw a light bulb flash up in his forehead. Shine so bright he had to close both eyes. Said whoever hit him for the average poor asshole about to be hit for the biggest surprise. Now meanwhile still short on pot to piss in. Not to mention any window to throw it out. Looking like who don't you want and where to come from. Sipping on chicken wings, smacking on stout. Step to his boy the label of the month. Like yo, what's the half kid? Let me get a deal. Got a dope style sound just like so and so. What's the name? Brother from me even more ill. Make you wanna holler like Marvin. Did I mention I'm starving and quite thirst? Meaning what? Meaning that I'ma do whatever it takes to make sure to play my shit first on the billboard and last on the countdown. Like contact on that show. So what's up, like yo, how that sound? If you down to come on, let's go down to the studio right now. Bring me that crate with the old hits. Make that beat with the right style. So that crowd I wanna go get. In that club with the DJ. He be on the radio all day. I'm getting cool with him, even though he fake ass a toupee. I roll with ballers and thugs to make my image legit. Even though back in the day they told me I wasn't shit. I'm at the Cinderella ball now, but just don't quit. And fuck that, I shrink my feet if the shoe don't fit. I make it happen like hormones. You been forewarned, I got you mad now, cause I'm kicking that popcorn. It blows up in a couple minutes. Expand the pockets till your girl's hands hold in it. I see your shorty staring at me on the guest line. But these four backstage are doing me just fine. All five, やばいっすね。この曲マジやばかったっすわ、聞いた時。It's like this. Them that's got shaggy, them that's not shallow. But man, you got a kid to probably get in the good. Now if you can get it all this much and this fast, don't be telling me you put it. やばかったやばかった。この曲ね、もっとあの時あの状態の時に聞くとやばいっすよ、マジで。これあの知ってる人だけでいいっすけど、マジで入り込んじゃって音に。こう上がっていく感じがするんですよ、余計に。 J ライン、これで、ね、Them That's Not、 もう余計に酔っ払うみたいな、こうはもうどんどんハイになってきますね、これ。この BPM が上がっていくと同時に自分のハイもこうふわーって上がっていく感じ、やばかったっす、この一枚、この音。はい、 J ライブ Them That's Not、 これはもう買うしかなかったっすわ。これで一生売りません、これも。めっちゃ気持ちいい曲です。やっちゃった。まあいいや。はい。まあ今回この4枚ですね。はい。やっぱりレコードって楽しいっすわ。はい。やっぱ定期的に買わないとね、気が済まないですね。本当ならもう爆買いしたいんですけど、やっぱどんどん高くなっていってますからね、レコード。昔もっと安かったんですけどね。その時にもうちょっと買っとけばよかったな。はい。なんなら、もう売っちゃったことあるんだよね。1000枚近く持ってたのに。全部一回売っちゃって最悪ですよ、ほんと。あれ全部あったらな。まあこんな感じですよ、今日は。はい。ってことでね、まあレコード開封動画でしたね。楽しいですね、ヒップホップ。いろんな動画ね、やっていこうと思いますので、もしよろしければですね、40歳のビートメーカーが夢をつかむ様をですね、今後も見せていきたいと思いますので、皆さんぜひサブスクの方をよろしくお願いいたします。そうするとね、動画のクオリティとかも上がって、モチベにもつながりますので、ぜひお願いします。はい。もし聞いてくれてる、見てくれてる人がいるのであれば、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良い人生を。